なんだかツイッター社の中で従業員社員の方に対して解雇通知が唐突に突きつけられてるみたいですよねでその解雇通知が来た方には今後60日のまあ給料は保証するのでその間に転職の手続きなり自分の人生をねまた考え直していくなりということらしいですね、まあ、通常会社が解雇される時ってその解雇される なんか2週間前とかね、2か月前とかに通知があるべきだとされてますけども、まあ、今回、イーロン・マスク氏はね、2か月間の給料を保証するから、解雇通知をもう出しとくよみたいな感じで、まあ、そこら辺はまは問題がないのかなと思いますけども、あと一つ、筋が通ってるのは、赤字が出てるから、まあ、従業員をこう整理するんだ、雇用調整するんだっていうことなんですよね。だから、あらゆる意味で、やっぱり自分がオーナーになると、その投資家さんに対して責任があるわけですよ。 だから、社内を合理的に、こう、リストラクチャリングするのは、うん、まあ、当たり前のことかなと言いますけども、でも、今までの経営者の方が、それをせずに、先送りしてきたことっていうのは、どういうふうに捉えていくのかな、とか思いますし、あとね、解雇される方としては、たまらんなって気がしますよね。だからシンプルに考えて、会社に利益をもたらしている人までは、解雇しないと思いますんで、 えー、貸し組みだったはずのねツイッター社がこれからまた経営の合理化スリム化を向けるにあたってどういうふうにね今後適正化されていくのかそれをまあ見守っていくしかないのかなっていうことと、まあ、ツイッターっていうのはもちろん YouTube っていうものとかグーグルの仕組みっていうのもその上にあるのかもしれませんけども。 まあこと、ね、ツイッタートレンドって言葉があるようにもう多くの情報を扱う人にとってはツイッター無視できないものになってますので、まあ、大きな責任と義務が生じるんではないかろうかと思います今後のイーロン・マスク氏の動向にさらに注目ですよねだからイーロン・マスクさんに日本中の企業統治体の権力がちょっとね集中しすぎてるのかなと現代の支配者たるまあその格を整えてきたんではないかなかと思いますよね